桃助橋は、長野県基礎群な基礎町読書にある基礎川に架けられた橋。橋の名は、橋の建築主である、大道電力社長、福沢桃介にちなむ、桃の橋とも称される、1922年に完成した目標である、1978年には破損、老朽化のため使用取りやめとなり、廃橋の町議会決議を受けるに至った。 しかし撤去のための費用がなかったために実際に、廃橋とはならず、九百九十三年に、奈義祖町のふるさと創生事業、大正ロマンを忍ぶ桃介記念公園整備事業の一環として復元され、再び都下のように教されるようになった。衣装的、技術的に優秀と認められ、読書発電所施設の一部として、日本国の重要文化財に指定されている。四景間の釣り橋であり、 橋桁を延直方向に吊るとともに、水平方向にも地面からワイヤーで支えた釣り状構造になっている。橋桁トラスは木造で、橋長は247.762メートルと、木造釣り橋としては日本でも有数の長さである。3基の橋脚の内中央の橋脚には、河川敷に降りる石階段が設けられ、川に親しめる工夫がなされると同時に、 橋脚の安定が図られている。桃ケ教保存、活用検討特別委員会のメンバーであった当時、名古屋大学在籍の馬場俊介は、論文、桃介橋の修復事業の検証、力学的安全性調査の重要性において、本来は、堅牢な構造とすべき、中央橋脚が逆に最も脆弱な構造となっていることが、桃ケ橋の復元計画において最も難しい。 問題を提起したとの趣旨でこの点に触れている。復元事業実施にあたっては、桃助教保存、活用検討特別委員会において、安全性の保持を必須要件とした上で、将来にわたり、実施可能な維持、管理と文化財としての保存の二つの要件のバランスを、どのような形で取るかに注意が向けられた。これにより、必ずしも、 大正期当初の建設時に用いられた材料や構造に固執することなく柔軟に変更を加えつつも強度不足の問題を人数制限により回避するなどの運用面からの方策が合わせて取られている。佳橋当初は発電所建設資材の運搬を目的としていたことから橋中央にはトロッコのレールが引かれていた。復元に際しても文化財としての価値を残すという観点から その痕跡を残すように配慮されている。桃助橋は、大道電力により、読書発電所建設資材の運搬路として架けられた。橋の建築手で、当時大道電力の社長でもあった、福沢桃助にはこの橋を、桃助橋と名付けたい意向があったものの、周囲に反対されたためやむなく、桃の橋とした。桃助橋が正式に橋の名称とされたのは、 1993年の復元時からである、ありがとうございます。